こんにちは。もう夏休み、子供がいっぱい、本当地獄です。今年の夏休み、短い夏休みの間、どうしたら子供が私と一緒にこう一つ思い出を作れるかなと思っていまして、まーちゃん、うちの長男のまおくんが今日はいるんですけど、まおくん、まおくんなんか今日なんか食べたいの夕飯なんかありますか？おかずでもなんでも。僕が食べたいものは。恐竜の目玉焼きが食べたい。100%じゃない。恐竜の何？恐竜の目玉焼き。恐竜の目玉焼き？食べたい。恐竜の目玉焼きってないんだけど、世の中に恐竜自体いないんだけど。じゃあ持ってきて。え？持ってきて。持ってきて。うん。いや普通に鶏の卵の目玉焼きだったらママ得意作れる。目玉焼きにするよ。恐竜が食べたいんだよな。うん。恐竜の卵焼き、ね、でっかい卵焼き。恐竜あでっかい目玉焼き食べたい。でもダイちゃんどう思いますか？このいいね、やってあげなよ。やってやんなよ。子供の夢は叶えてあげないと。さすが、うちの旦那。女房の夢は叶えられなくても子供の夢は叶えられる、うちの大ちゃん。前の夢叶っただろ、大ちゃん。私の夢はヒアルロン酸を打つことで、このヒアルロン酸を打つことは毎年旦那のおかげで叶わさせてもらってます。ですね、まあそんな話はいいとして、じゃあちょっと大ちゃん準備しましょう。大ちゃんなんか考えて、なんかアイデアないの？いやもう、そういう時はもう出たよ。でっかい目玉焼き作ればいいでしょ。でもそのだからでっかい目玉焼きはできないっつって私は今怒ってんじゃん。面倒くさい。とりあえず準備一回。じゃあ大ちゃん準備してください。こうやって撮ってる。はい、それでは噂の恐竜の卵、うちの旦那が言われたレクチャーの通りに私ちょっとやってみます。じゃあ大ちゃん頑張るから言ってよ途中でね。いや、もう言わないじゃん。何だよ、料理の腕見せてよ。あ、私の料理の腕、あ、見せちゃおうかな、料理の腕。私のあれ、なんかおかしいじゃん。ですね、恐竜の卵、恐竜の卵、卵のこの白身と黄身をまずワンパック全部分けます。やっちゃいましょう。割る。うわ、下手くそ割り方で。だからそこで割っちゃダメだ、1個分けないとダメだから。白身は白身で、あ、白身は白身で分けるの。ありがとう。じゃあ一回やって。一回レンゲで分けよう。あなたにそんな高等技術できないね。白身と黄身を分けるっていうのがね、できたらね、私ね、今の旦那と結婚してません。もっといい男と結婚してるわ。まあ、バカさばいこんなの。なんでこんな、結婚したい。行っちゃいましょう。割らないようにね、黄身を黄身で。腹入んないよ。腹入んないよ。いいですか？ありがとう。僕マジでいいの。でも全部割るんだ。僕マジでいいの。いいよ、ララ、ママに割ってもらいます。はい、ちょっといいですか？あ、え、ほら、ココちゃんがやっちゃいました。何卵1個間違えてる。どこで？ここ。まだ大丈夫。まだ大丈夫。いけちゃう。おお、すごい。やりましょう。黄身と卵をワンパク全部割りました。これをね、黄身と白身に分けるんだよね。やっちゃいましょう。あ、これ難しい。これね、あ、これ結構難しいかも、大ちゃん。ママ、僕出てるよ。静かにやって。できる。なんでかっていうと、やっぱりちょっと割れてるのがあるから。それはあなたの技術でしょ。卵を割るってね、僕もやってて、みんなやりたいよね。はい、じゃあやりましょう。おーちゃんもできました。ピン、はい、やっちゃいましょう。はい、じゃあここさくら、さくらやって。はい、さくら一回ね、はい、入れて、ちゃんと取れるかな。そう、おー上手、さくらもできたね。あ、上手、うまい。はい、殻はどうする？殻だけ取んだよ、卵だけ取んだよ。そんなん僕めっちゃ食べるだけ。そう、うまく、そう、あんまりそれ勢いよくやんないで。そう、おー、すごい、綺麗。うまい、はい、さすが、ありがとう。綺麗だった。ねえ、まおくんやりたい。ちょっと待って、全部できる。殻大丈夫、殻。はい、
大丈夫、取れた。あ、ちょっと待って。ねえ、からやりたい、やりたい。はい、じゃあどうぞ。じゃあ、はい、やって。はい。ねえ。僕もやりたい。はい、どうぞ。僕もやりたいんだね。はい。じゃあ、最後におーちゃん。はい、オッケー。頑張れ、頑張れ。おお、上手。完璧。イエーイ。じゃあこれを君と君に分けた状態。混ぜ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 。じゃあ混ぜ混ぜしてください。じゃあおーちゃんはこっちを混ぜ混ぜして。はい。僕は混ぜ混ぜするもん。やる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 。混ぜ混ぜするもん。じゃあ混ぜから。混ぜ混ぜするものなくね。じゃあ潰してくれた。はい、じゃあ次まおちゃんは混ぜ混ぜ。はい、じゃあまおちゃん混ぜ混ぜして。え、まおちゃん、はい、混ぜ混ぜして。はい、じゃあ次潰してくれて、ありがとう。混ぜ混ぜして。はい、まだなかったな。潰せた。おいおい、はい、完璧。僕見て、僕見たい、僕見たい。はい、サンキュー。見てて。ではこのように白身と黄身両方を全部一応混ぜました。じゃあここから大きいフライパン、小さいフライパンで別々に作りたいと思います。まずはじゃあちょっと油入れて。オッケー、危ないよ、ちょっと離れてよ。オッケー、ここからは火が使うんで、ちょっと私メインでやります。子供はオッケー、こっち来て。ここまでは、ここから先はママのお仕事ですね。得意ですから。じゃあちょっと弱火でやってみましょう。そしたらこれを入れちゃいましょう。はい、うまくになるんですか。これを、危ないから、これはもうママからこっちからやりましょう。うまくなるんですか。やってみてからのあれですね。いや、やめとく。でもなんか本当にあれですね、白身だけ。本当だ。うん、真っ白。白がいっぱい。白しかない、もう一つの、結構多いな。油とか知ってるよ。いや、油とかじゃなくて卵の量がすごい多いな、それ。油の量もいいんだけど、ここぐらいで良かったんじゃない。まあ、恐竜だからな。いや、本当はもっとこれぐらい大きいフライパンでやりたかった。ママちょっと今やっちゃいましょう。丸いやつ出てるよ。丸いやつ、さあ、ちょっと空気抜こうか。え、ママ、私もやってみたかった。ちょっと待ってね、こっから先はね、火が火だから、ママやっちゃうね。ね、いや、いい匂いしますね、何もいい匂いしますではもう一回火を止めました。まだこんだけ余熱が残っている状態でこちらいっちゃいましょう。なんかたこ焼きのいい匂いだし、あ、食べたいな。それでは続いてこちら、ママ、ちっちゃなフライパンで入れたい。あ、油持ってきてもらっていいですか。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。油屋さん、ありがとうございます。油を、油を結構入れた方がいいかな。こんなもんで、はい。それではここから、はい、ではちょっと入れちゃいましょう。もうちょっと こっちからもう入れちゃおう。入れたい。ちょっと待ってね。ちょっと入れて。あ、うちも入れたいよ。ちょっと待って、全部一気に入れちゃった。なんで、うちも入れたかった。待って。じゃあこれ僕が混ぜたんで。あなたも関係ません。はい、ありがとうございます。ではこれキッチンに入れてきて、流しにしまって。ではちょっと火をつけましょう。目玉焼き食べたい。これはこれで、あ、黄色ですね、めちゃくちゃ、ね、やってみましょうね。ホットケーキ、油多いなそれ。じゃあホットケーキに、はあ、なんでそんな油入れた。いや、もうくっつくっていう脳みそがすごいあったから。びっくりした、目に入るところだった。気をつけてね。気をつけて、目に入ったら終わりちゃう。うわぁ、飛んだ。あの丸にしないといけない、丸にしないといけない。ママ、この時点でね、はい、ではこれでちょっと余熱、もうこれ上げちゃいましょう。うちの流す、それとも裏パタンってやっちゃう。裏、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 それは難しい。難しい。これできない。私裏パンって急に90度曲がれない。ピューって綺麗に真ん中に乗せます。じゃあこのまま乗せますよ。え、ね、
中だよ、真ん中。真ん中に、まあ、油多いから大丈夫だな。はい、いいね、あ、滑りました。やっぱ油の量、私の選択、いい、ね、間違ってない。で、それもうちょっと、もう一回加熱した方がいいんですか。じゃもう一回これを加熱しましょう。はい、よいしょ。焼くの、熱い。そう、もうちょっとやって合体させれば、うん、わ、でかい目玉焼き、マジで。これは、確かにちょっと黄身大きめの目玉焼きですね。これ、米と合わせるの。なんで今ちょっと真ん中にいたのにずらしたの。真ん中じゃなかったかなと思って、うん、食べると真ん中の。いやいや、ちゃんとやんな。真ん中にしてあげて。真ん中にもなってるよ、これ。でこっちから来ないとないよ。こっちから見ないと見れないよ。本当に言ってんの。こっちから見ないと。こっちから見ないと。どっから見たって真ん中の真ん中で。では、ちょっと強火で、食べたい。強火でファーって。食べたい。再生して。食べたい。待って。味しないよ、まだ。なんかかけないの？醤油とかマヨネーズ。醤油。はい。はい、いいですか。じゃあ火止めまーす。ママ早く食べたい。じゃあちょっとこれで。あれ、大ちゃん、これ難しい。あんたこれ出して、お皿に。これ無理だ、私。やだよ、パンツいっちゃう。パンツ履いてよ、ズボン履いて。これを、お皿に入れるのが、もう難しい。やだ、ヒゲ、ここだから、やだよ。じゃあ、ちょっと私やっちゃうけど、これ油とりあえず、ちょピチャーってなるね。いやいや、スルンって。いい？じゃあ、ちょっとやるよ。ほら、もうこの油の量だよ。どうする？油とかそっち捨てない。もう、スルンっていっちゃいそうで怖い、こっちが。キッチンペーパー、ちょっと待って、何のためにそのヘラ持ってる。キッチンペーパーがやばい。あると便利。大丈夫、料理できない。できない、できない。もう料理なんかできたら、私もっといい男と結婚してますから、今時。いや、もう結婚できない。なんか分かりしないから。もっといい男と結婚。いや、絶対油あんだけ引いてるから。でもね、下がね、もうくっついてる。あ、危ないよ。スルッ。いや、行かない。だって下くっついちゃってるもん、テフロンの部分が剥がれてるところ。俺がここはあれだよ。あ、でも流します。カットしちゃうよ、俺の部分。それではこちら、噂の恐竜の卵を大輔がお皿に乗せてもらいました。ありがとうございます。それでは食べたい。まあ見た目ね、ちょっと黄身が大きいけど、はい、こちら食べたい。何点ですか？100点満点中100点。1万えらい。2万。違う、2万。親バカ、子バカ、えらい。じゃあ食べちゃいましょう。味になつけないの？まずはノーマルで。でも意外とうまいんじゃない、それ、ね。うまそう、ララのところ。答えようか、ママ。砂糖が足りないな。砂糖が足りない、さすが。砂糖が足りないって。砂糖が足りないって。ここうまい。はい、どうぞ。お皿使う？いいか、お皿は後の。いや、お皿いる。いい、後で。ママ。はい。火をかけて。もっとみんな感想言って。美味しいですか？普通。ここ美味しい？美味しい。普通。偉い。はい、どうぞ。美味しい。100%は普通です。まあ、100点。100点。100点選手だよ。100点選手。すごい言葉。ありがとう、キーワード。はい。白子。めっちゃうまい。1980。ワンワン。意外と黄身のところめっちゃうまいんだけど。黄身だけだからね。うん、うまいよ。黄身だけに。はい。で、塩かけてみよう。塩。いいよ。かけたらおいしい。誰か塩かけて。パパかけて。もう雨だ。雨の塩だ。雨の塩だ。雨の塩が入ってきた。はい。どこだ？おいしい、ママ。ほんと？おいしい。おいしい。はい。点数発表する。はい。点数は？わー、素敵。これ何点？1万点。わー、嬉しい。点がもうほら、興奮しすぎて天がもう天になってる。ママ僕も書く。お茶もありがとう。まあ子供からある程度ママのこの威厳を保てるね、恐竜の卵の目玉焼き作れました。皆さんももし夏休み残りわずかですけども、子供との楽しいクッキングやって
ってみてください。それでは、ハバーナイスウィーケーン。あれ、ママだけ、ママです。バイバイ。それでは、皆様、中川赤いチャンネル、チャンネル登録よろしくです。こんなんでいいのかな。チャンネル登録お願いします。気づかなかったよ、これ。